レーンリスターブ教会外観、ジョン・エリング・ブロッド撮影。レーンリスターブ教会は、ノルウェーのプラン県、セイル・アウダールにある村、レインリに位置する木造教会。13世紀後半に建設されたものである。現在ある教会は、同一で3度目に建設されたものと考えられている。この教会に関してなされた最初の言及は、1023年に、 ノルウェー南部のバルドレス地方を旅し、レインリにも訪れた経験を持つオーラブ2世から来ている。西暦1000年前のある時には、最初の教会が建てられる前、現在の教会がある場所と同じ位置に、異教とされた宗教の寺院が建てられていたものと信じられている。放射性炭素年代測定を通じて、教会内にある木材は1190年のものと推測されたが、 教会以前の年代と幾分食い違っている点もある。また、教会が1326年より後に建設されたとの主張もあるが、放射性炭素年代測定のエラー等から曖昧である。現在の教会が建てられる以前に存在した教会に使われていた素材を利用して、現在の教会が再建されたとの意見もあるが、1327年に、 教会が存在したという記述が残されているのは確かである。レーンリスターブ教会は修道院に見られるヨーロッパ風の教会の図面に基づいている。後の時代になって教会は建物の南東側入り口の下に埋葬されているシーラソードという人物により改築が施された。いくつかの原点により議論が行われてもいるが、教会は全般的にもともとあった外形と近い形で、 残されているのではないかと推測されている。1884年から1885年にかけて教会の内部に変更が施されているほか、1976年から1977年には、外側の修復工事が行われた。教会には電気を使用する暖房や照明が取り付けられていない。また、教会の外側には、 罪人の頭部と両手を固定する古い晒し台があるが、現在はもはや使用されてはいない。1845年5月17日、中世の法律が変更となった際に、この晒し台の使用は正式に中止されている。ありがとうございます。